はい、こんにちは。コールオブデューティーのモダンウォーフェア、パソコン版のベータ版がね、ようやく解禁されたんで、早速プレイしていきます。よろしくお願いします。で、ミッションがドミネーションで、オペレーションがグラズナ・レイド。10対10のドミネーションマップですね。さあ、武器は M4 使っていきます。結構今作ね、カスタムのやり方次第でかなりね、武器の性能変わるんで、そこが面白いですね。今回自分なりに使いやすい M4 のカスタムをね、してみたんで、まあ後でちょっと終わりの方に紹介しますが。さあまず、B に向かって、B のね、このマップやっぱ B の上が強いね。この B の上をいかに取るかが重要。ってことで、速攻上を取っていく。で、A 見ておけば、あ、いた。背中を、おっと、ちょっと待った。A 見とくか。あっち、いたいたいた。戦車上に一人、ロングショットして。で、C 取ってくれて。B 取るか。自分で取ろう。おっと、左にいた。キングスレイヤー。で、ちょっとグレー、先置きしておいて、B を設置する。取った。ちょっと下がって、おっと後ろに。いや、あそこな、結構敵いるんだよな、あの C の中上か。お、取られてるし。さあ、取り返していく。いや、結構ね、あの、プレステ4版もやって、PC 版もやって、思ったのは、まあ、クロスプレイはね、やっぱりね、すごく嬉しいですね。PC 版は人がいないんでね、やっぱもう Xbox と PlayStation 4と PC 版をね、交えてのクロスプレイはすごく良かったと思います。まあ結構有利不利のね、話とか、マウス有利とかに話よく聞くんだけど、まあ、PlayStation 4のね、やっぱオートエイム結構強いんでね、まあパッドはパッドでいいところがあっていいんじゃないかなっていう感じはしますね。もうめっちゃアシスト出た。いや、グレがもうないんだよな。まあ、あと今回ね、こんな感じでやっぱ待ちゲーですね。待ちがめっちゃ強い。待った状態でこういう風にあの壁になんつうの、この貼り付けるやつ、リーンじゃなくて。これがかなり強いんだよな。反動がね、ほぼほぼなくなるんで。よし、ロングショット。UAV 出せるんで展開しておく。うわ、いててて、だいぶ食らった。あとね、武器はね、一通り解放してはいるんですけど。まだ解放してないか。なんか新しいの出たな、それは。武器はね、やっぱ M4 と、まあ、サブマシンガンだったら MP5 が強いですね。で、まあ、サブマシンガンね、MP7 が一番好きなんですけど、あれはちょっと豆鉄砲すぎて、あんまり使えなかったですね。MP5 と M4 がやっぱ安定銃かな。あー、今抜けてったな。ちょっと、あー、味方やってくれたかな。どうしよう。このまま右から A 進んでいきましょうか。いた、一人やって、もう一人左から行った。おっと、味方やってくれたか。そのままじゃあ奥に。さあ、あまり準備のできない敵を背中から撃っていく。やっぱリスポーン地点ってな、まさか来るとは思ってないから、敵もガン走りしてんだよね。狙い放題だね。さあ、A を確保していく。で、ちょっと、ちなみに今回ね、クロスプレイ、おっと後ろからやられた。で、今回クロスプレイしてるんですけど、確かこの回、パソコン版と PC、ん?同じか。PC 版と Xbox と PS4 がね、結構いい感じに均等に入ってたんで、なんかもう、ザ・クロスプレイしてるっていう感じがしてますね。で、PS4 にコントローラー、刺してる人がほとんどで、なんかプレステ4マウスっていうパターンはあまりなんか見かけないですね。逆にパソコン版にパッドつけてる人は結構見るかな。うわ、ちょっとクソエイムだ。うわ、後ろか。出たよ、あそこ。あそこを油断しちゃうんだよな。で、ABC 全部取られてますね。
っと C だけでも取り返してくれてるからいいか。 B 向かおう。さあまた B 上向かっていく。後ろ、後ろか、横だな、横か。結構ね、今回じっくりクリアリングしないと穴の方向から撃たれるから、ここ結構強いんだよね。いないか、進むか。この奥絶対いるよな。あっち行ってもな、しょうがないんだよな。一応上を警戒して階段へ登っていく。さあはしごから B 上入りたいが、ちょっと待て、念のため見ておく。うわやっぱいるよな、横にいるんだよな。あっち側もうほとんど敵だな。おっと危ね、回復しつつ一人やっていく。で背中、敵の背中打って一回リロード挟んで、おっともう一人結構来てるな。ここまだいる、まだいる、いた、そっちか。さあ腰ダメ打ちでヘッドショットかましていく。うわまだいる。うわここ人気だな、人気スポットか。人気スポットだよなそれ。まだ出てくるんじゃない。あいや落とす、来た来た来た、そっちか。はいそっちやって、なんか音がな、めっちゃ足音がすごい聞こえてくるからな、なんかめっちゃ位置がわかるね。他の FPS 以上に敵の位置が遠くからでも近づいてきてるのがねわかるんだよね。おっと一人やって、うわ二人同時か。いい感じのカバーが入ってやられてしまいました。今相当キルしたんじゃないの。ちょっと巡航ミサイル撃っておきますか。 B に撃ちたいが、狙えるやつがいいか。 B いける、よし3体やっていく。トリプルキル、つうかめっちゃ負けてんな。92と135か。いや C、 いやここから C 突っ込むのきついんだよな。結構狙われるポイントがね、この家の中から結構撃たれることがあって、あとここの上ね、上からも狙われるんだ。これがここ一応取っていく。後ろ、あ大丈夫か、取れるか。よし取った。で右から、あこっちルート行くときは A 方向なんだよな。A 取ってるな。待て待て待て、どこどこ、奥奥だね。 A 側から、おっといる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 。でちょっと待てよ、リロードして注射器打って、あー上か、窓上にいるね。おっと手前、血をクリアリングして B に入っていく。おっと上、さあ俺の場所取り返していく。うわ上、いたいたいた、うわ足りないか、ダメージ食らってたからな。118対169これはもうきつい。いた、あーちょっと遠いな、ちょっと待って、いるな手前に、右来てますぜ。さあおっとマジか、今の負けるか。いでででで、で巡航ミサイルをリス地点に撃っていく。 C 取られてないな、右いそうな感じがするんだけど。いない、うわこの辺真っ赤だな。いた、これは C 取られるか。C 守ったはいいな、誰もいないでしょ今。いた、はい、おっと
打ち漏らした。さあ一人やって、裏から回ってこうかな。入れる、いた。今度こそここでちょっと下がって、あれそっちかよいやしかも負けたよ、敗北。スコア134対200だ。まあ負けてしまいましたね。もうちょっとね、オブジェクト絡む動きをした方がいいかもしれないな。結構ね、街が多いから、もう頑張って一つずつクリアリングしていかないと、あらぬ方向から撃たれるんだよな、このマップは。ちょっとうちのエゴがうるさいっすね。さあ、まあ次行きましょう。